宝物ですよ、これもう。綺麗ですよね。もうすんげえいい出会い。振るか回すかして、肩で作ってます。くぅー、うまそう。いやー、もう目の覚めるような春ですよね。めっちゃめっちゃうまい。前田です。アンド松本です。いつもありがとうございます。来ましたね、春が。今日はですね、なんとバッケです。わかりますかね、バッケ。これ秋田の方言なんですけど、吹きの塔です。これ天然のまだ雪の中にある吹きの塔を送っていただいたんですよね。近藤さん、ありがとう。はい、ということで今日はですね、まあ、吹きの塔といえばやっぱり初物は天ぷらでいただきたいですよね。で、今日は吹きの塔の天ぷらの作り方を皆さんにお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。嬉しいですよね。まあ、箱開けるのもね、やっぱ楽しくしようないな、これは。はい、じゃあ開けていきたいと思います。きたー、見て、宝物ですよ、これもう。香りがすげえ。いや、めっちゃいい香り。これね、いろんな大きさがあるんですけど、これ大きさに分けてね、天ぷらと、あとね、今日はね、吹きの塔味噌作っていこう。ください。こんな感じです。まだ雪の下にある状態のこのまんま送ってきてもらいました。はい、でこれを選別して、じゃあ天ぷらをまず作っていきましょう。それでは吹けるとこの状態からの操縦ね、していきたいと思います。その全然違うんですよ、あの天然と栽培の吹けるとって。もう大体私たちが食べるのってほとんどが栽培ですからね、山菜。やっぱ季節ごとにいろんな山菜がうち味わえるんで、もうこれ楽しみですよね。やっぱ始まりは本当吹きの塔なんですよ。まずですね、お尻の部分ですね。はい、ここはカットしていきます。あと天ぷらで火が入りやすいように十字に入れていきましょう。あとはですね、これ周り、あのやっぱ天然なんで、やっぱ、ね、土とかついてたらこう剥がしたりするんですけど、この硬い色のついてる部分はまだ硬いんで、これはですね、以上取っていきましょう。ここら辺からはちょっと綺麗な緑色になりましたら開いて、うわ、綺麗、綺麗ですよね。もうすんげえいい出会い。香りが、うん、やば。はい、こうやって広げて天ぷらにします。切って包丁を入れて、で皮を硬いとこ剥いて、あと開くと、いやもうたまらん。めっちゃみずみずしいですよ、まだ。これよくね、このゲレンデとかのね、あのリフト下なんかに言うと、もう出始めますよね、もうちょっとすると。あれね、スノボーとか行った時のゲレンデ下の吹きの塔見ると、いつも食べてえなと思うんですよね。あとは揚げていきましょう。はい、ではですね、吹きの塔、まあ、衣、お好みの衣に入れて揚げていくんですけど、油に入れたらですね、こう泳がすというか、あとこうコマのようにねじったりしてもこう開いていきますので、このようにして吹きの塔がしっかり開くような揚げ方をしていきたいと思います。はい、では揚げていきます。はい、こんな感じですね。ちょっと振るか回すかして形作っていきます。いや、もうね、揚げててもすんごいいい香りなんですよ、これ。こんなに振るか回すか。はい、で大体この開いた状態で、あの1分ぐらいしたらこうひっくり返して、1分半ぐらいですかね。あのすぐ火が入りますので、まずこの形をですね、作るのをポイントです。で、1分ほど経ちましたらひっくり返していきます。はい、はい、で1分半経ちましたら、はい、揚げていきます。じゃん、くわー、うまそう。もうね、熱々のうちにいただきましょうかね。はい、じゃあ揚げたてを器に盛って、うわ、春だな。あとはね、塩、まあ、食塩ね、パッと置いとけばいいですかね。 OK、 じゃあ完成です。はい、もうあったかいうちにですね、もうすごいですよ、香りが。もう春の香りが。あの、じゃあ天ぷらをですね、早速揚げたてをいただきたいと思います。いただきます。手でいきましょうかね。もう塩こう適量かけて、それではいただきたいと思います。すんごい香りが。いや、もう感謝しかないですよね。もう冷たい雪の中わざわざ掘ってくれて送ってくれてありがとうございます。いただきます。うわ、
もう目の覚めるような春ですよね。めっちゃめっちゃうまい。やばいこれ。本当にもうね、まだ口の中に春の香りがしますから、まあ、これにね、やっぱり合わせたいですよね、お酒も。春爆発してるうちに、春に乾杯といきましょう。それでは皆さん、乾杯。最高だな、しかし。いや、癒されますね。これもうすんごい。でもね、これ栽培とやっぱ違うんですよね。この、ちょっと甘みもあって、香りの強さ。でね、やっぱ新鮮なんで、もう苦味が、ほとんどないというか、その嫌な苦味がないんですよね。もうほんとなんか、やっぱり新鮮さと、やっぱ取れたてっていうところと、やっぱ天然の強さですよね。はい。でもやっぱこれからまだ、3月はですね、取り立ての秋田の山菜が楽しめますんで、ぜひちょっと春の苦みを皆さん感じていきましょう。それではまだ残りいただきたいと思いますんで、皆さん素敵な一日を。ありがとうございました。いただきます。